無事一夜来ましたな。昨日寝るときに11度で、幕内が25度で死ぬかも、死ぬかも暑すぎて、サウナか、まあ、ここサウナか言って切って寝ました。切って寝たら、あーもうすっごい過ごしやすく、朝が寒いぐらいだね。そうやな、朝外が8度、それでも8度、ちょっと寒いけど、なんか極寒の、見せてみろ、極寒のガクブルっていうぐらいではないので、すごい過ごしやすかったですよ。フォアがちょっと震えてるからやっぱり寒い、うん、走り終わったんだよ。我が家はだいたいフォアのが震えてくるとそれやばい。まくない入ろうか、みんな。よし、じゃあ朝飯だ。はい、ありがとうございます。かわいい。くしゃんしたな、ピッチャー、ここや。幕内入ってきました。化粧系ですか。幕内が今 18.6 度、外9度。でも9度でも全然あったかい。いや冷たい時、あいや、もらう。幕内18度ですからね、めっちゃあったかいですよ。ほんま自然の森のランドロックなんてねえじゃん。そうやな、自然の森はほんまに氷点下すぎたわ。ということで、今ご飯ちょっとお水につけてるので、この後炊いてシーフードドリア、シーフードドリアを朝作りたいと思います。でその前にちょっとこの時間が暇なので、待ってる時間がヤクルトと昨日買ったみかん食べようと思います。みかんがこんなガッサーって入って200円とかさ、めっちゃ笑ったな昨日。喋らんねこいつ。変な破れ方した方あげる。性格悪い。開けてあげた。邪魔した。開けてあげて。こっちも変な開け方だった。うまいもんだってそこにはないぞ。ベンちゃん。ベンちゃん。お。ベンちゃん。あれ？起きた。起きちゃう。ベンちゃん。これ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 。ああ。開けちゃった。あったかいよ。そう、あったかいでしょ。いや、昨日聞いたって。昨日、うん、こもったでしょ、うん、外11度だったの、うん、夜、うん、ほんで開けてね、ここもメッシュにして、メッシュにして、はい、全部開けて、そう、うん、もう言うたらここまでもうフルオープンや、うん、夜中、暑っ、うわ、寝汗やべ、12時ぐらいだったんで、うん、起きたら、幕内が28度で、暑いじゃあ、これでやで、ちゃで、このパワーでやで、これでやで、最小にしてこれ以上だから弱くできひん状態で、無理と思って幕内で熱中症とかマジないからと思って、この真冬に消し今度消しって言って消したら、いやーもう朝までスコーンとぐっすりで、何もしてない状態で草扱ったから、でそれでも11度とかあったやな、外な、そうだからおかしいね。昨日は変やったな、昨日変11度ぐらいで寝て、だって
そうそう、11度ぐらいで、2時とかぐらい、うん、で、3時ぐらいに着いて、10度ぐらいで、で下がっていくんかなって、朝起きるやんか、13度になってるやん。上がってるやん。え、ちょっと待って、6時で普通下がってるやん。上がってるやん、みたいな。いや、まだ火出てへんし、みたいな。おかしい、俺もね。おかしいやんけ、みたいな。なかなかひどいぞ、これ。28度、15度やったもんね。マジやねん。脱いどいた方がいいと思う。そう思う。起きちゃったから、なんか来てるし、アホやで。そうそう。脱いどいた方がいい。外出たら。ここが一番暑いの。そう、今暑いから。じゃあ、外がめっちゃ、風が冷たいね、今。あ、そうやな。僕じゃよかったな。今から冷えるわ。早く目に会えたな。何して言ってんだよ、ね、MPC。いやいや、おかしいやん。結構オッケーだね。あ、そうそう。MPC ってのね、ポリゴットの、うん、ポリゴットのランス、あ、ランステか変えるで、そうそうそう、最後の1個まだ1回しかしてへんやろあの動画の撮影、昨日後輩に見してたわ実はな、ちょっとこう見して、あのさっちゃんの酔っ払いめっちゃ重かったな、めっちゃ面白かった、あそこだけ永遠リピートしてそう、もう一回戻して、もう一回戻してやっててほんでその後、おまけさっちゃん、何も漏れないですもう、おぎちゃん、すっちゃんも、なんも、もう、こんな、なんも、もう、こんな、なんも、もろっか、なんも、もろめっちゃおもろいよ、ええわ、何言うてんねん、白飯ちょっと、すっちゃん、一緒に寝てくれるんだよ、おいしいお米、俺が寝てくれ、炊きたてを、いいお米買ったいうのに、ドリアにするとこがもう、めっちゃ、そうやからさ、歯向かってんでしょ、お米に対してあかんやつやえ、でもさ、おかずないねん、横。やっぱドリアにした方が良くないかじゃあ、今からじゃあどんなことするな、はい、許そう許そう、バリ上から、したからバリ上からで、ほんでそこでこうやって、まうん、美味しい、やっぱり邪道やわやろでも許そうよっちゃんも味見をしたから、許そう、許そう、天気予報みたいな時はもう雷マークついてたもん、うん、雨で、夜から雨で雷マークついてたから最悪やん、さっちゃんって言ってさすがやなと思って俺じゃねえよ、俺ギリギリ前今回変えたら最後こっちでとどめさせたさすがやなって、ほんで雷はならんかったけども何年に一度 の寒波、大寒波が続いてって言って、そうそうそう、ほんでちょっと日本地図のこの上の方だから、土佐清水のもう一個上はもう警報出てて、そう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 、だからあ、もうやばいよみたいなのをめちゃ持ってて、帰れへんのちゃうよっちゃうの、そうだから聞いて、2日まで空いてるって言ったら店長に空いてるって最悪な、だから最悪帰れない遠泊な、そう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 、多分考えとくわ言うて、帰れない遠泊があるかもと思って、でもなんかここは風呂あるからいいねんて、ここにあるの、中にある、あ、シャワーじゃなくて、シャワーがこっち、うん、で、普通に戦闘的なお風呂が向こう、あ、そうなの、うん、管理棟のところにあるんです、めっちゃいいやん、シャンプーとリンスがなかったからね、持ってきたのちゃんと予習はしてきてねんね、うん、掘ってるええ感じ、ええ感じ、ええ感じ、あ、いいね、うん、ご飯全然取る思ったより、だって上多いで、これ蓋袋多いからな、すいません、層がまあまあ熱い、そうそうそう、ご飯まで熱そうやな確かに熱そう、あっち見て食べて、あ、こっちがご飯温めちゃう、いや、そうだな、私ら YouTuber ちゃうで、そんなうまいことできる誰もうまいことしてって言ってペティが、起きちゃうと思って帰ってくれるのに、熱ユーチューバー的ノリを言われたらそうなんだよ、普通に食べたら面白いんちゃうかいや普通に食べる動画やんこれ面白くやるやつちゃうやん、うまっ、めっちゃ大人しく確保されてなあ、いや確保ちゃうで、めっちゃ自分から入ってきてそこそこそこみたいな、今誰がメスをくれるか、いただきます、こっちや、うん、あ、いいね、うん、こぼして作ってお前手付き、お前なんで一番皿持ってんのにこぼすの誰も皿使ってへんってこぼしてへんのになんでやねんこのチーズがな、米ついとってな、振った瞬間ペッと飛んでいった一回足先出してぺちゃん、顎、顎、顎もう、よし、何すんな、そこだけちっちゃい、よし、可愛いからそれはっきり言ったらないと迷うやん、食べていいやし、やし、食べ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 
全然ダメ。これなんかあの高さ変えられへんからやっぱ不便よな、こういうところは。そうやな、ちょっとな。めっちゃ早っ。さよちゃん、一夜明けまして、おきちゃんたちとサプライズでまた合流しましたな。驚いたな。ほんともう、どっちもどっちやな。またか。で、今は、あ、ご飯、水につけてくの忘れてたわ。しゃあね。しゃあね。時計は全部変わったからね。しゃあね。うまそう。もうお腹減ったよね、みんなね。いただきます。もうちょっと食べてる。いただきます。食べて食べて。やったね。キュクリー。キュクリーはちっちゃいやつ。先こうで。サンタに食われんで。うん。おっちゃん、充電とかさ、
いや読んだけどなんかちょっとおかしいなっていうので言って読んで、うん、いやあったかいわちゃうでお待たせいたしました。いただきます。どうぞ。いやみんなにいただきますな。いいんかないんかお前は。テイク2。テイク2。早く飲み込んで干物俺これめっちゃうまい。ハガツオ最高やんか。はい、はい、いただきます。お前もうちょっとあかんちゃう。うん、柱。お前がやれって言ったんだ。いや、めっちゃ美味しそう。やばい、楽しみにしてたんすわ。うん。海苔もまだまだあるよ。うん、はい、ちょっと入れてあげる。わさび入れられそうやけど。これめっちゃまずい。アホかって、その口が言うてんねん。わさびは、ここら辺に置いてるから。じゃあやっぱ最初はカツオだよね。はい、好きなのどうぞ。カツオ。カツオいいっすな。柔らかいでカツオ。だよね。うん、私もさこの間来て食べた時にハガツオとこのカツオのたたき食べたんやけど、うん、臭み全くないし、なんかめちゃめちゃうまいし。うまっ。うん、カツオって感じがせえへんね。だよね。なんやろな、なんやこれ。いや、これがね、本物のカツオなんすよ。だからもう絶対、あの、普通に、あの、地元帰ってスーパーでは食べれへんの。そうそう、食べられへん。絶対買って食べへん。こんなうまいの、もうここでしか食われへん。うまっ。もう何喋ってるかわからなかったよ今。字幕入れるもん。こっぱあるよ。こっぱあるよ。どっちがよ。あ、スタちゃんもあげて。これでもスタちゃんあげてって。もうお茶でいい。これもお茶でいい。とりあえず。じゃあとりあえず買って。うん。俺塩しか食うてへんから。うまい。あ、うまい。うん、美味しいな。最高。めっちゃ美味しい。バリアン。気をつけないと森の裏にまさに流れてる。ちょっと湿気出るんかな。キラリン。ちゃんと見てきたはずやね。20枚入りのやつを2つ持ってきたはずやってるけど、おかしいな。はい、まあまあ、さっちゃんらしいからいいよ。そうね、さっちゃんらしいのがええね。これあの、ほんまにあの朝食の、朝食のあの海苔のやつ。エビ食べていい？いいよ、食べ。やった。でエビを残したったよ。どうぞ、朝食海苔です。はい、ありがとう。まず1個かな。うん、えらい。で、もう2パック、俺が買ってきた2パックは、あの、まあ普通にこまこうやってやんねんけど、いっちゃんは、どうしたかって。出すやん。出した瞬間言うた一言。1個ずつあげるわ。
違う種類やったから、アマオとなんかもう一個種類のを買ってきたんよ、うん、ほんでそれの 1パックずつの2個ずつあげるわけ。そういうことやな。あ、うん、あ、ありがとうありがとう。2個ずつじゃないんや。じゃあ結局は結局ほら聞いた、今の聞いた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 、もうその説明いらんわ今。優しいなって言っちゃう。聞いた。1パックの2個ずつあげるなんて優しいやんって。1個ずつじゃないんやなって、うんうん、食べようか。おっちゃんはな、わかる、意地悪がいっぱいこもってんねん。食いたんねんみたいな。2パック買ってくればよかったね、これ大きいやつ。大丈夫、まだ小さいのいっぱいあるから。そうそう、そうな、そうな、そんなにイチゴ食べない。病気やねん、ちょっとイチゴに関しては。お座り。チョコボールの俺と一緒。何個かほら、マキタのライトと、まあ、そうそう、ブラーとかは積んでるからさ、よし、電池がないと。あ、今撮ってます？撮ってる。あ、一回オフにし、カットカット。コントローラーどこ行ってんの。だからコントローラーな、多分あの、よっちゃんがさ、どんだけ軽くの回しもんやねん。マープマープマープ回しも黒やもん。それ黒でしょ。20万、うん、そう。いや頭おかしないですかね。いや安い安い安い、120円やったら、そういわゆるバズーカー。そうそう、120。もう買って行こうや、一緒に取りに行こうや。なりますな。買って行っちゃうの、リミット味かけ。絶対行くよ。いらん、そんなんない。そんなんないわ。買って買って行ってもいっちゃうから。やばい、皮肉はない、ね、別にちゃんと中華鍋が多分あんねん、まあ、あの辺はもう買わんとこうと思って。あっつてや。いや来た感じもね、すごいいいよ。よかった、うん、めっちゃいい。 あ、よっちゃん来た。あ、よっちゃん来たな。そう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 、スタートもよかった。スタート始まりました。見えないから見てね。こっちちゃうで、これちゃう。映ってるか。手振っといて。すいません、お待たせしてます。ちょっとログインするの遅くなってます。皆さんこんばんは、モーリーファミリーでーす。モーリーファミリー、説明してそれちゃん。そうそう、年末最後のキャンプに来まして、このまま年越しキャンプなんですけど、グルキャンです。ということでモーリーとモーリーのグルキャンです。ちっちゃい E がつくモーリーとモーリー、モーリーさんと。で今回はよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。あ、見えないので、あの回答等は何か出してて。あ、OK です。で今日はあのせやせん、ちょっとあの晩飯がライブまでに終わらなかったので、あのご飯食べながら、はい、ライブをご提供しようと思いますので。初めてだね、食べながらするって。そう、皆様あののんびりお酒でも飲みながら、あのご一緒いただけたら嬉しいです。付き合っていただけたらと思います。ということで今日なんですけども、早速いよいよ重たい、いけるか。はい、オッケー。おー、皆さん、スノーピークのコンパクトスモーカーです。これあの思い出の地のこの土佐清水で、はい、ゲットした。そうです、コンパクトスモーカーという名の鍋。そう、いやー、やばいわ。モーリー鍋、モーリー鍋、モーリー鍋。ようやったな。ようやったな。ということでよそっていくわ。皆さんのコメントがさない。あ、ないわ。失礼いたしました。まあ順次ゆっくり行きますか。はい、や、ご飯も入れましょうか。ご飯いいよ、よろしく。これ、いっちゃんの方行って。よいしょ。あれやの、フォーロイヤルカスタマーの。あ、そう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 、はい、私はご飯を予想は。ロイヤルカスタマー。そうです。何だ。
年に1回いただける。そうそう、年に1回、うん、あのブラック会員以上の人はそのシェラカップもらえる。ただなんか全員じゃないらしい。え、そうなの。でもな、これな、直火できへんな、うん、あ、そうやそう混ざると、混ざるからモーリーはできません。こんちゃん、そういうとこであれやな、燃えちゃいます真っ黒になっちゃいます。美味しそう、ご飯ね、めっちゃ美味しそう。皆さんは夜ご飯も食べられましたか。食べてますか。ね、私らもちょっと遅くなっちゃったなんだかんだで。あ、コメント来てる。え、バタバタ。あ、え、声聞こえないって。え、いやー、させ、すいません、少々お待ちください。え、声入ってないってこと。喋っといてあげへんかったらさ。あ、そうか、ごめん。はい、声聞こえますか。すいません、誰か教えて。大丈夫ですか。申し訳ないです。音声のボタンを押すの忘れてました。よっちゃんの席に。改めまして改めまして、こんばんは。いや、すいません、ありがとうございます、教えてくれた方。あ、オッケーって。あ、よかった、すいません、皆さんありがとうございます。あ、外やばいっす、寒い。ちょっとやら行ってきたんで、この後寝ます。いい、ワイヤーあげるっていらんねんけどな、ちょっと待ってね。さっき何を喋ったか忘れてしまった。テイク2とかかな。よいしょ、はい、開いて。よかったね、パン。さて、本日ですね、あ、寒い、ライブにお越しいただいた皆様、本当にありがとうございました。とても楽しい2時間になる。風強くなってきたでしょ。夜になるとなんかな、そう、向こうから風が来るっていうのがすごいわかるかもしらん。ということで、またね、出るしかも、これ雪が降ってる、うん。じゃあ今ね、自分たちの雨戸に戻ってきましたけども、うちらおこもり、ストーブでおこもりするんやったら雨戸ぐらいのちょっとかがまなあかんっていうのがあるけど、低いぐらいでも全然十分やな。おきちゃんたちはあの薪ストーブ入れてるので、隣にもであったかいだろうな。そうそう、あったかい感じで、でにもやからもうちょっと背も高くてね、幅もあっておしゃれやな。あれはでもあの大きさやからできるよ、まあ、私らはベンチ持ってないでもああいう使い方もできるっていうのを見たら、満足ならない。そう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 、いい感じ、うん、いい感じだなと思いました。で、今時刻なんですけども23時20分ぐらいですね。今から私たちももう寝ようと思います。明日はね、朝7時にまた隣のランドロックで落ち合って朝飯食おうぜって。7時、早っ、それだけ7時に起きるの。隣のランドロックで落ち合おうっていう風に言ってるので、明日は朝ちょっと遅めの朝昼兼用ご飯かなを食べたいと思います。明日の朝ご飯も結構凝ってるからね、いろんな意味で。昼は食べにくい。だから朝昼が兼用やったらお昼多分食べねえんじゃねっていっちゃんとも言ってて、うん、まあその辺は朝ごはんがバリボリュームがある言ってるやん。ということで皆様、また明日お会いしましょうね。はい、では本日もありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさい。ふぅ、やっと暖かくなってきたわ。ビール、はい、いただきました。で、ビールだけやと思うやん。ほんで、拍手がいただきました。チェイサーのなっちゃんもどんだけ飲むねんやつやな。もう結構ベロベロにまだ飲みますかみたいな。